走れ Go! Go! It's moving We can go! Go! スピードを上げてく光る明日を掴み止め So we can! So we can go! 何のイベントですか Go! サードシングルの方のリリースイベント、はい、初日でございます。何か言わんかい。緊張のあまり喋りません。リハ前だけどね。久しぶりです。お久しぶりです。お願いします。今日はお願いします。いや初日ですから、はい、あら店長に会えても嬉しいです。あ、この間俺会いたかったんですよ。いやいや、そう水曜日、忘れもしない。やっと会えたっていう。もう店のツイッターでも驚愕。驚愕なんで、今日みたいな。我らが恵比寿を一番推してくれるであろう、はい、花輪店長です。店長の花です。立川立ち引きの店長でございます。そうです。いつもありがとうございます。皆さん、お気づきかもしれませんが、ライブの衣装を展示してくれたのは花店長なんです。そうですよ。いやもうね、僕たちのね、コメントとかも動画に載せてくれたりとか、もう恵比寿はもう立川立ち引き店ありきの恵比寿っていう感じになってるんで、立川立ち引き店来てください。もう本当に来てください。皆さん、今週また、ここでやるんですけど、また来週もね、うん、ここの立川立ち引き店やれるということで、はい、皆さんぜひ僕たちに興味ある方はここに来て聞いてください。美少年、よろしくお願いします。お願いします。よろしくします難しいことは言わないで、ただ感じて、あ、Go! Go! 染められる We can go! Go! スピードを上げてく。もういいよ、もういい、うるさい。あの、なんですか、地声で行って、うん、その止められないはその裏声で行くじゃないですか。その切り替えすごくないですか。切り替えすごい、ね、僕たちやっぱ歌えないんです。そう、すごいですよね。そこは本当に尊敬できる。私生活もそうできればいいなって。切り替えることがね、そこが何よりも、はい、やってほしい。はい、行こうか。はい、豪気に、本当に、もう本当に、本当に黙れよ、お前が豪気。黙れよ、行くよ。じゃあ行ってきます。いいよ、嬉しいもんな。ゴーゴー。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今日は僕がこのズボンが抜けるぐらい踊るんで、稲田さんの時の数が年々増えてる。パンツまでいっちゃう。すごい腰巻き。これで踊る。何曲目で踊るの。あーねー。多分エビパレぐらい。エビパレぐらいで、ね、パーでパーの時にパーってやった時にもうソーンってか、ソーンって、はい、笑ってくれると思うよ、お客さん。なんか夏にぴったりだよね。なんか急にどうした。そうだね、そうだね。そうだね今日の調子ですか。はい、なんかすごい疲れがちょっとお前に言われたくない。私も言われたくない。なんか気候っていうか、やっぱ暑さでやられないかどうかが心配ですね、みんなの頭から。あ、ちょっとめっちゃ好感度を上げようとしたな、今。恵比寿のみんなはちょっと熱くなって、終了です。いい加減なこと言おうとしたら、調子はいいです、はい、とにかく2人の歌声と僕たちの踊り、まあそれと一緒にみんなも騒げる。おいおい、俺のコメント。僕たちの踊り、二人の歌、それに加えてやっぱみんなも一緒に盛り上がれる、そんな曲だと思うので、ぜひ皆さん、やばい、 CD を手にして、おい、まあたくさん聴いてほしいですね。それがありましたね。予報では雨だったんですけどね。ね、ありました、ありました。テンポに味方してくれる、それがいいです。わぁ、もう何もセットしないっていうのが、それは何と思うね。しましたよ、アイロン。アイロンちょっとして、どうせもうもうこれで、それでさ、一回じゃない。もうね、それで多分全部これでもう終わるんで。あ、そう、はい、いやもう多分あのヘッドバンで終わります。ヘッドバン、ヘッドバンしてたね。全力なんで、あそこちょっと、ちょっと抜いてます。いやいや、バッカやろう、抜いてねえわ。バッカやろう、ちょっと抜いてます。足でリズム踏むぐらい余裕がありますから。ちょっとやってるっつの。どうすか、何がですか。今日の調子は。もう顔見ればわかるじゃないですか。体調は。どうやら悪いことですよ。嘘です。嘘です。コメント欄つながれるかも。嘘です。あったかいじゃないですか。フェス。お客さんがフェスに来てるようなライブをしたいと思います。ヘッドバンするんで。
ちょっと僕は今日 MC で言おうと思ってるんですけど、いつもやっぱおしゃれしてくるんですよ、やっぱそれは。ちょっと今回 GO とかもすごい一緒にヘドバンしてもらったりなんか乗ってもらったりするんで汗かくんで、おしゃれはいらない。 T シャツに短パンとか T シャツになんかちょっとシャカシャカみたいな、この格好、これ真似してください。頑張ってください。はい、 GO 初披露なんでね、 GO。 I am happy。 見えます、そう、そう見えます、うん、何ですか、ちょっと緊張気味かい。まあ久々なんで本当に、またリリーベを開始するんでちょっとずつ慣らしていかないとと思います。前のあのセカンドシングルの時より成長してるのを見せないといけないんで。ペッタも閉めといた方がいい、踊る時絶対邪魔になる。あの本当にやばいです、もう本当に。とりあえずあのライブ終わったらまた回してください。あのライブ前いつもシビアなんで本当にもう緊張しすぎてライブ終わったら多分あのいつものペッタ TV が見れると思います、うん、ごめんね本当に、緊張して、緊張すると本当に喋れないから、ね、単純にあれですよね、たあのエビシュ TV 撮りづらくなったっていうエビシュ撮りづらくなった口あります。やばい、また一緒に車乗りましょう本当に、また一緒に車乗りましょう本当に。見えないように文字を、あ、違います、取りに来るの、取りに来ると多分俺が表側から取りに来るんで、コーヒーが上手側から来ます。これで置いとく、はい、よし、はい、行こう、はい、行こう、行こう、行きます。TSイベント初日です。 GO も初披露です。 いつも通り楽しく行きましょう。レッツナイス、つながったよ、叩いて、叩いて俺も叩いて、叩いて、もうちょっといいよ、うわ、叩いて、全員叩くんですね、叩いて、叩いて、出た、別に押してない、優しい、弱い、押してないのを選択して、押してない、上、バカちゃん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 、僕は君に夢中、今すぐ抱きしめたい、君の心に入るパスワード、教えてくれる、 Yes! ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。キリスイベントサードシングル初日でララポート立川たち始まりました。いや、久しぶりのキリスイベントですよ。これ次以来ですかね、12月、去年でしょ、はい、去年でしょ、今年初だからね。あ、そうです、そうですね、セカンドシングルの始まりもここアラボスたちが立ちでしたね。そうだね、うん、雨だったんだよね。あ、そうでしたね、立川たちが雨が多かったんだけど今日やべえ、めっちゃ晴れてない、めっちゃ晴れてる、俺ら屋根あるけどさ、うんね、でもね、予報ではね、雨だったんですよ。そうそうだね、さすが知らなかった、みんなさすがエビちゃんのおかげで晴れちゃったね。さすがエビスの、エビッシュのキャスト、バカ野郎エビッシュ、エビッシュのキャスト、うん、お天気予報ですね。そう、なんかこう求める感じになるからさ、名古屋ね、わかる、気持ち上がる、気持ち上がるけどね、そうなんかやっぱ久しぶりだからなんか緊張しちゃう ね、 ね、 ね、今回衣装も新しくなって、そうちょっと夏仕様というかスポーツチック、うん、そうね、そうです、何みんなおしゃれしてんの。そうだよ、ちょっとょみんなスポーツ行ってこなきゃ、そう、じゃあもうスポーツ店舗行ってよ、ね、次からみんなジャージとかで来ちゃうからすごいよおしゃれしてきて学校の授業体育みたいな、そうやっぱね夏なんでね、うん、一緒に汗かいて、うん、一緒に盛り上がって、そうですね、楽しみたいなと思ってね、はい、でね、ポスターも
そう、これポスター見た、見ました皆さん。これ本当のペンキを使ったんですよ。これ、これ、これガチモンですからね、これ。はい、本当のペンキ。これあれだよ、あのすぐ落ちるとかじゃないからね、これ。すぐ落ちるとかじゃない。まあやってみればわかるよね。そう、やってみれば。やってみなと思う、あのこうパシャーンみたいな。そう、僕だけ視線が違うの、ご愛嬌ね。どこ見てるの？ご愛嬌、ご愛嬌。これどこ見てるの？これね、わかんない。これ多分ね、シャッターチャンスがつかめてなかったですね。しかも一人だけそんな汚れてないっていうね。そう。え、ちょ、そんなことないでしょ。汚れてないや。あ、本当だ。